はい、リフォームの達人プロデューサー山崎徹です。ステディアの後半戦、ちょっとお伝えしたいんですが、いろんな、まあ、あのキッチン迷うんですけども、クリーンアップにステディア決めたっていうふうになったり、まあ、他のキッチン決めたって言った時もですね、まず一番気になるのは何でしょう。やっぱりこれ扉の色です。男性はですね、こんなこと言ったんですけど、あんまり色に興味ない方多いんですよ。本当のこと言うと男性はスペック機能なんですね。ただ女性は感情、まあ、特にですね、イメージで買いますよね。だから結局ですね、車でも何でも前回の動画で言いますけど、男性はとにかくカタログの後ろのスペック見るんですね。そうですね、ステンレスで言うと、男性の方が言うのは、これ使ってるステンレス何と、何っていうのは、これ大体、詳しいからですね、あ、サスの30、あ、やっぱ304なんだっていう会話、これが男性結構多かったりします。この IH はどれぐらいカロリー数あるのとかですね、こう数字ですよね。ただ、車でも何でもスペックを、選びながら、女性はパッと見て、あ、このデザインかわいい、この車がいい、この色がいい、もうスペック関係ないですよね。顔が好きとか、そういった面で言うと、キッチンもやっぱり、まあ、あの色とかこのカラー、雰囲気、この辺とても重要かと思います。じゃあどうやってそれをご提案したり選んでいくのかということですね。一緒になって、私の動画ではリフォーム会社さん向けの動画になってますので、ちょっと一般ユーザーさん向けの目線ではお話ししてませんが、ご了承ください。まずですね、これはカタログをそのまんま見て、カタログをそのまんまイメージで気に入ったものを真似するのがいいです。キッチン単体で見ないでください。キッチン単体で見てしまうと、結局ベースのところのお部屋の色が違うのにそれ入れても浮きますということですね。じゃあどういうふうにするか、基本的には3つあると思います。なるべく色は3色ないし2色ぐらいに抑えている方が色のコーディネートっていいですね。あの洋服もそうですね、4色も5色もあったらバラバラになりませんが、ベースカラーが決まったらその色を入れるバランスだというふうなことです。あと自分のスタイルっていうのがありますね。どういうスタイルか、まあ、あの本当にこう、なんですかね、スタイリッシュなものもあれば、可愛いものもあれば、いろんなものあると思うんですけれど、こういうのを一般的にワーモダンとかですね、アーバンとかですね、いろんな形で言うんですが、ここで必要なあの一般的なところのキッチンで言うと、フローリング、それから壁、それから家具、この辺の色にかかってくるということだと思うんですね。でそこでカタログの方を今これ出てるんですけど、例えば、これかなり 上級の使い方ですよ。まああの非常にシックな落ち着いた感じ出してると思うんですが、リビングの方、こっち側の色目はこれ、カシミヤエトーブってやつ使ってるんですかね。で今度こっち側行くとブラックな感じ、これちょっとアイアン色の、こういった、もの、それからレンガ調のこういった仕上がり、家具のこの辺とも色目合ってますよね。で照明も黒っぽいアイアンっぽいやつ入れてるかなという感じ。こうすると非常にシックな感じにまとまる。まあ、要はカタログをそのまま真似するんですよってことです。例えば家具がこういうものだったら、こういうふうに合わせて照明こういうふうに入れたりということですね。壁も真っ白じゃなくて、こちらのちょっとこう、薄いモカっぽい感じと、こちらの、タイル調を合わす、それとレンガ調の、クロスでもいいんじゃないでしょうかねという感じです。そのまま合わせてあげるととてもいいです。これまだ全然違いますよね。こちらの方、向こうに向かって見るキッチンですけれど、これカタログでも出ている、牛革の感じですけど、これ光の当たり方によって違うんですね、このレザー調っていうのは。ですからこのキャメル、今で言うとキャメル、やっぱりおしゃれな感じですね、キャメル の色っていうのは。それをですね、光の、まあ、朝とちょっと夜と表情変わりますね。非常に面白いです。ただこれを、上までつけるとやっぱりこう、重たいですから、下はクイールキャメル、上はクイールシフォンを使っているというところが大きなポイントじゃないでしょうかね。はい、プラン3。これはあのホームページ等に載ってますから、ぜひ見てくださいね。でこちらの方に関しましてはですね、いわゆるこれ、ブラックの取っ手というのがポイントなんですよ。最近、ブラックの取っ手というのが流行りになってまして、昔はですね、ハンドル取っ手というのはちっちゃかったんですが、そこからバー取っ手でハンドルのでっかいもの、ステンの掘り出し、これクリーンアップさん昔 SS でやってたんですが、その後ライン取ってって言ってですね、モールのような手でこう入れるような、これもう今でもあるんですけどね、モール取ってして、これがですね最近の傾向として、各キッチンメーカーブラックの取っ手で、レンジフードもブラックにして、コンロもブラックにして、カウンターもブラック、五徳がブラックもありますよねっていうように、ブラックで、あと水洗もブラックですかね、あと照明ブラックみたいな感じで、この辺に合う色ということで、このロッシュチャコールですか、これはブラックと取って非常に上手に使え
ってくれてますね。ブラックの取っ手を使うとなんかこうちょっとこうおしゃれな感じになります。ただ裏側こちらに関しましてはブラックじゃなく、この壁紙と合わすような感じでですね、ちょっとまあ部屋全体は、自然素材みたいな感じに変化させてるっていうところですよね。はい、私これ好きなんですよ、フレンチスタイル、これはですね、まあ、アンティーク調の、水色のやつですね、アクセントで、これはアンティーク調になるとやっぱりシルバーのちょっと可愛い取っ手ですね。でこれも色を合わせていきます。このアンティーク調のこのアーチシルバーの、色でいうとこれブルードバリーっていうんですかね、ここにちょっと見づらいかもしれないけどシンクも水色にしてるんです。このシンク水色ってポイントですね。ですからカウンターは白の方が可愛くて、水洗も白色にして、レンジフードも多分これ白色ですよね。で、裏側は白色。そうすると壁紙なんかもそれに合う色にしてますよね。で床、この、なんですか、斜めにこうね、している昔からあるような。ちょっとこうアンティークな形に、合わせてます。まあ家具もそんな感じですよね。で、照明も、それに合わせた白色ということです。はい、こちらの方につきましてはちょっと落ち着いた感じですよね、シックな感じで、これと、まあ、こっち側の、食器棚の方、こちらにも扉揃えてます。まあ、落ち着きますよね。とってはやっぱこれ黒ですね、はい、ここはまあ落ち着いた雰囲気ではないでしょうかね。これがまた斬新、最近のこういう扉の色多いですよね。いわゆるミルフィーユ調、雨ざらしでこうやったような扉。昔はオーク柄、木目が強いもの。その後ですね、ビーチ、メープル、チェリーというフルーツウッド系、ちょっと木目を主張しないもの。そこで、スカートの丈として長くなったり短くなったり、色も黒が入ったり白が入ったりってあるんですが、今のトレンドからすると、ちょっとこういうですね、風化させたような感じのものっていうのが、うまくコーディネートするっていうのが今の最新かなという感じですね。で扉の面材でレンジフードも合わせてますから、全体のこのミルフィーユ調は柔らかい感じを、コーディネートしてるんではないでしょうかね。はい、こちらはですね、まあ、光によってですね、この表情、表面ですから、まあ、変わりますね、表情自体はかなり。ただ木目なんで非常に、まあ、一番最初のやつと一緒で大人な、まあ、シックな感じを見せているんではないですか。ですから壁紙なんかもちょっとコンクリート調の壁紙ありますよね、こういうのに非常に合ってくるのかなということと、床の色と合ってますね。床の色とこの、鏡面の黒でとってもブラックですね。やっぱりこれ上のやつもブラックじゃないですかね。はい、こういった合わし方ですね。フラット対面ということで、シャープで都会的というふうに出てますけど、まあ、非常にですね、ナチュラルの色ってやっぱ落ち着きますよね。木目調で、木目調で、まあ、こういったらですけど失敗しないキッチンだと思います。ただ取っ手が黒というところ、ここがやっぱ今時かなという感じの、ものじゃないですか。まあ、床自体とか、こういうアクリルの扉、こういったものを入れることでよりモダンな雰囲気に仕上がっているかと思います。あとピンク、これ根強いですね。ピンク好きな方いらっしゃいますね。で、私はむしろこういった、まあ、キッチンっていうのは女性らしいなと思うんですけれども、特にこのキッチンで、いいなと思うのはこの収納ですね。ハンドムーブつけてますね、ここにね。これ対面なんですよ。対面なんで水切りかごとかこの辺で物がいっぱいになって見えやすいですね。で、ここに2つハンドムーブ入れてるんで、1個は食器棚代わり、1個は調味料入れれるんじゃないですかね。ハンドムーブについてのところはまた他の、前回の動画、ステディアのところで紹介してますんで、ぜひキッチン自体を、釣り糖を、今までのように、入れたら入れっぱなししない、むしろ試造品にしない、収納にするという考え方がこれにあるかなということです。はい、あとこれはいいですね。はい、いわゆるですね、北欧風ですか。私の家のイメージも実は北欧風で、壁紙をですね、私青色系が好きで、水色の壁紙をリビングの方の一面に入れたんですね。でそうなってくるとやっぱり家具とか、そういった床とかあと天井もなんですけれど、こういったナチュラル色、薄いナチュラル色にしてるんですね。こんなもので、こういったものにすると飽きが来なくて、ソファーもまさにそういえばちょっとグレーっぽい感じのものを入れましたね。非常に、まあ、白を基調にするんですけれど、白を基調に真っ白にしているのは好きなんだけど、ちょっと色が入って木目調が落ち着く。じゃあナチュラルの薄いもの、ただし全部ナチュラルじゃなくて一面だけ水色にするっていうのが北欧風ですから、このカップボード側にですね、この、まあ、なんていうんですかね、この色は、ちょっとクリスタンなんとかっていうんですね、ちょっと消えちゃいますが、
グレッシュな、まあ、水色を持ってきて、でキッチン側にも立つ派にはここに立った時は後ろとこっちを合わせてるんですね。ただ裏側から見た時には他の家具と合わすような、ナチュラルテイストに合わせてる。まさに、IKEA さんみたいな感じですか、入り口のそんな水色の感じのイメージです。はい、ということで今回は、カラーについてお届けをしました。一番のポイントですね、好きな色、自分で洋服とかバーって出してください。好きっていうのはよく使うもの、捨ててないもの、チャレンジしたものはダメです。チャレンジして結局使わなかったものではなくて、よく使ってこのデザインとかこの色好きだなーっていうのとか、まあとにかく愛着なの、そこに多分色とかですね、スタイルの、ヒントがあるんではないでしょうか。それと私はよく言うのがマネキン買いです。あ、こういう風にしたいなーってよく、言う方、そのまんま買えばいいんですよ。そのまんま真似してください。そうするとそのまんまになります。で大切なことは、いらないものはちょっとこう捨ててもらう、もしくは誰かにもらってもらう、今だったら、メルカリで、何かこう出品してください。とにかくずっと使わないものとかいらないものを出しっぱなしに、してそこの床にあること自体がリフォームするわけですよね。リフォームするっていうのは一番チャンスなのは捨てるチャンスということになる。なかなか年配の方はですね、捨てることができない。だったらあげてください。売ってあげてください。使わないものをそのまま置いてるとですね、置き場所に困るということですね。リフォームはそういったチャンスになるでし、なる。結果的にですね、気分が一新されるには、そういった色を自分の心地いい空間の色にする。そして、あるべきもの、整理する。まあ、いらないものをずっと置いとかないということですね。はい、それ非常に大切なことではないでしょうか。今回は、ステディアなんですが、ステディアに限らない、お話にはなると思うんですが、扉の色、それのトレンド、それのうまく合わすテクニック、ご紹介させていただきました。ぜひですね、私の動画ではリフォーム会社向けにお届けをしております。毎朝、お届けしているこの動画、見逃さないようにチャンネル登録といいねを押していただけると、あとコメント、感想いただけるととても嬉しいです。すべてコメントには返していくように頑張っております。はい、以上私のリフォーム、お役立ち情報リフォナミでした。ではまた明日。